割と僕あの短期間に区切っていろんなこと考えるんですよ。ほうほうほう。だから例えばあと2年しかないとか、なるほど、っていうことを自分で勝手に決めてやるとなんかね、自然とサボらなくなるというか、なるほど、30ぐらいで世に出れたらっていうビジョンを持ってる人もいるんですけど、僕はもういやあと2年で死ぬかもしれんから、あと2年しかない、残されてないっていう前提でやってるから、みんなに言われるんですよ、真面目やなとか、何を生き急いでんねんとか、何慌ててんねんとか、あれもこれもやってって言われるんですけど、もうやりたいこととか思いついたことを今やっとかないともうできなくなるかもしれないっていう恐怖心をなんか持ってたんです。でそれを真剣に信じてたんで、それなんで信じられたかというと、自分には才能がないと思ってたんですよね。これも相当慌てな、もう好きなことで食べていかれへんでと思って、ほんでそうやった結果、あれなんか2年前より考えるスピード早なってるとか、あれできなかったことができるみたいなことがあって、もうちょっと続けて良さそうだぞとかで、それでもそんな長期的にあんまいろんなこと考えたことないですね。もう全部あと2年とか、自分が得意としてるジャンルか、自分が詳しいジャンルを一つの基準にして自分がやる仕事を測っていく。お、僕やったらサッカーとか。なるほど。例えばブラスバンド部の人がいたら、はい、自分は例えばサックスとか吹いてたかもしれないですけど、新社会人でなったら先輩がサックス吹いてるじゃないですか、はい、とかなんかやってる中で、自分が今持ってる楽器って何なんやろうって考えて、これシンバルかもしれんなと、先輩の会議のリズム早すぎて自分は全然メロディー作ってないなと思ったら、あこれシンバルやな、じゃあシンバルは何をすべきかって考えると、絶対音でかくないとあかんから、この1曲の中にお前が目立てるとこ3回、その3回は、ほんまもう耳潰れるぐらいのシンバルの音でいったろうみたいな発想ができるじゃないですか、はい、とか自分はこれ何やろ、あこれで言うととか、あの人がこの楽器やからとか、そういう風な考え方でなんか導き出せるんじゃないかなっていう。なるほど。100-3。ちょっとペース上げたいんですけど、はい、自己紹介で一か八かの賭けに出ない。まあ、最初が肝心やなって思って、最初におもろいやつやって思わさなとかみんな思うと思うんですけど、芸人やったらそれでいいと思うんですよ、もうふざけるって決めてふざける、ダメだったでいいと思うんですけど、社会人で新しい環境に入っていくときにそれリスク大きすぎますね。中にはあ、私が読んだ How to 本と同じやつこの人多分読んでるみたいな事故も起こるかもしれない、メールアドレスを、はい、そろそろ上司にバレてもいいものに変えておこう。まあ今度飯行こうやとか飲みに行こうやみたいなことがあった時に、一応なんかメールも教えといてとか LINE ID 教えといてとかなる時に、なんかそのアドレスの中にやっぱセクシーとかクレイジーキャッツみたいな入ってたら、あれなんかやんちゃしてたんかなとか思われるんでね、絶対に聞かれる質問はもう準備しとく。ああなるほど。上司に飲みに行ったり、まあ、休み時間でもじゃあコーヒー飲もうかみたいな時に、
後輩緊張するかなと思って、うん、なんか喋らなと思って質問したりするんですよ、はい、コミュニケーションしとこうと、はい、休みの日何してんのとか、あ、ありますね、なんか好きな映画はとか、はい、テレビ何見るとか、はい、なんか最初に買った CD はとか、はい、一通りそういう質問されるのは、はい、一応用意しといた方がいいんじゃないかなっていう、そこで初めて考え込むんじゃなくて、はい、なるほど、上司も何でもいいんですよ、いやそうですよね、実はそれでなんかセンスを査定するつもりなんて多分なくて、うん、はい、もうそれをきっかけに話していこうよってことですね、はいはい、あまりにも即答しすぎるとなんか面接みたいになってしまうんで、うん、なるほど、なんかうわ迷いますねとか言いながらも、うん、なんか楽しそうないい質問しますねっていうニュアンスを込めた迷いますねっていうそれはしてもしなくてもいいですけどちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、あの手品の種が分かったからといって偉そうにすんなっていうのがあるんですよ。ほうほうほう、種を暴いたからといってじゃあ私がやってみますって言ってできるわけじゃないじゃないですか、はいはい、それなんか一緒になっちゃってる人が多くて、なるほど、だからマイク・タイソンに街で喧嘩なってどうせあれでしょみたいな、すっごいパンチ力で殴ってくるんでしょ、分かってますからねって言っても殴られますからねなんかそうですよね、分かってるから互角みたいな、うん、あーなるほど、誤解がすごいあるなと思って、基本的に全てのことを疑う、絶対こうやって、うん、あんま決めない方がいいと思うんですよね、はいはいはい、僕多分18くの頃、18から20歳ぐらいまであらゆることを疑ってたと思うんですよね、うん、なんか誰がどう見ても面白いとされてるものでさえも面白くないんじゃないかなって思ってみるとか、うん、ずっとそれでいくと、うん、どうなんかなって思うんですよね。でも若い頃に一回全部鵜呑みにせんと、うん、ほんまかなとか思う時期は自分で振り返るとあってよかったなと思います。なるほど。だ講師の先生とかが養成所でおっしゃったこととかも基本的にはめちゃくちゃ疑ってましたね、うん、先輩が言うこととかもほんまかなとかで、めちゃくちゃすごいなと思う発言とかってそういうの飛び越えてくる時あるんで、ダイレクトに疑おうとしてる壁を突き破ってくるんで、そろそろ由来書きを読もう由来書きっていうのはあれですね、神社とか町のどっかに文字書いてるやつ、坂のこの坂道の名前の由来はとか、ああいうやつですね、あれをまあみんな飛ばすじゃないですか、はい、でもあれ読むと結構その町のことが分かったり、うん、その神社の歴史が分かったりするんで、新しい発見があるんじゃないかなと、僕は割と読むんですよね、あれ、はあ、正直若い頃は読まなかったですね、ああそうですよね、はい、若い頃からの方がいいんじゃないですかね、はあ、100の3、そうですね、これももうほんま40歳っぽいこと言いますけど、若い頃は全く気づいてなかったかもしれないですね、あの人のせいにしてるだけ時間の無駄やから、とりあえず自分である程度引き取って自分の責任やと思って改善するっていう、一番最初の気づきはやっぱサッカー部時代ですね、はあ、サッカーってチームスポーツじゃないですか、はい、自分だけ頑張っても勝てないんですよ、うん、だからみんな頑張らないと勝てないんですよ、はい、で僕はチームメイトに割と厳しいやついるじゃないですか、はあ、僕あれやったんですよ、教室ではもうずっと端っこで、クラスの女子とかにあの子無表情で一言も喋らずに足だけ速いからトーマスっていうあだ名つけられて言い返しもしない、うん、みたいな僕が、はい、
部活行った時だけもっと練習せな、俺は下手やからもっと練習せな、なんでみんなもすごく下手なのに一生懸命練習せえへんねやろとかをなんか言っちゃってて、はあ、やっぱ一回じゃないか、はぶられてました。一年部員偶数のはずやのに、はい、二人組組む相手おらんみたいな、僕と組む嫌やから三人組が一つできてるみたいな。でもちろん僕のこと分かってくれるキャプテンとかは中立というか、である日職員室にみんな呼ばれたんですよね、うん、サッカー部が、サッカー部員みんな呼ばれて、そんなこと今までなかったんで、あ、ついにさすがに孤立しすぎてると、うん、僕が朝練も夜練もこいつ練習 やってるからもうちょっとこう分かったってくれみたいなことをいよいよ先生が言ってくれんねやと思って、なんか神妙な面持ちでこう職員室にこうみんな、はい、集まったら、あの先生にここ蹴られて、お前のせいでみんな心の病気になってるって言われて、ちょっと待って先生、僕朝練も一人でやって、朝練も夜練も一人でやって、で その時に先生が、はい、お前が自分に厳しいのは認める、うんうん、お前も練習真面目にやってるし認めるけど、同じことを人に求めんなってことを言われたんです。ほんで僕の中学 あの学年目標ってあって、はい、自分に厳しく人を思いやる気持ちを大切にしようやったんですよ、はあ、あ、これ俺に言ってたんやって気づいて、すごいな、そっから僕その学年目標を今覚えてる通り確かめちゃくちゃ大事にしてるんですよ、はあ、絶対自分には基本的には厳しくしてもいい、むしろそれが割と僕は好きなんで、うん、あのしんどいことはしんどくないって思ってるんで、はあ、いいんですけど絶対人にそれを強制せんとこうと思ったのはその日ですね、はあ、ほんで僕は改善に乗り出して一人ずつチームメイトを呼んでごめんなみたいな、俺はこう考えてた、でお前なんかプロなりたいって言ってたからみたいな、うん、実際のとこじゃあもうプロなりたいとかはなんとなく小学校からサッカーやってたし中学でもやろうかなでサッカー部やし将来サッカー選手かなっていう感じで言ったっていうことなんかなみたいな、でそれあの今言ってたらなんか性格悪そうですけど、あの真剣に聞いてるんです、それすごいな、怖いですよそれ、真剣に、まあそうかなみたいな、あ、ほんやったら誤解してたわ、俺はその言葉をなんかほんまやと思ってたから、うん、だとしたらおかしいよなって思ってやれやって言って持ってたけど、じゃ あのそういうことやったら分かったみたいな風にみんなと喋っていったんですけど、それもちょっと問題になってちょっと待ってみたら、チームを良くするためにごめんなって謝って誤解してた、俺はこういう考えでこうしてたけどみんなはそうじゃないからそこは、ね、なんか理解したつもりやしやり方考えるわって言ったのもなんか僕が一人ずつ詰めていってるみたいな、気づきました、今ちょっと若干クスクスなんかなってたんですよこっち、マジでそんなつもり一切ない大変でしただだけど、あ、話長くなりますけど、その一方で顧問の先生2人で2人とも素晴らしくて、はい、でさっきお前のせいでみんなあの苦しんでる心の病気になってるって言ってくれて、先生の言葉もすごい僕にとって重要やったし、うん、その後部活が始まった時にもう一人のもっと怖い、はい、あの、まあ、当時の僕らの学年でいうと監督みたいな立ち位置やった人がやった、もう僕が一番尊敬してる人間なんですけど、はい、そのストップウォッチを回しながら職員が出てきて、これって走らすぞの合図なんですよ、めちゃくちゃ怖いんですよ、はあ、うわめっちゃ怒ってるやんと思って、もう俺やって思うじゃないですか、それ、はい、
何お前らダラダラやってんねんってなって、はい、集合って言って走るぞっつって1本目で、まあ、1周を45秒、はい、45秒出してもらってよざピーって言って吹いて なぜかも言ってくれへんし、はい、走るんですよ。でそれ 5周ぐらいした時に、はい、まあ、僕は全部1番で走るんですけど、はい、その時にその顧問の先生が又吉しか入れてないやんけって言ったんですよ。俺もう頑張ってるやつが損するの嫌いやねんって言って、お前らもうやめろ、来年入ってくる1年と又吉でもうチーム作るからもう家ってやめろって言ったんですよ。バランスを取ってくれたんですよ。へー。だからこの2人の先生はちょっと真逆のこと言ってますよね。だけどその先生がそう言ってくれへんかったら僕多分サッカー辞めてたと思うんです。はあ、なんか僕はかなり救われましたね。真逆の2つをもらったっていうすごい一日でしたね。うずうだからもう一人ぐらい誰かそのキャプテン、キャプテンの役割をしてくれる人が近くに持ってくれた方がいいんですよ。でピースとかで言うと完全にアイベント、それにあいつは誰もキャプテンって指名してへんのにもうずっとキャプどんな場所でもキャプテンみたいな顔でいるじゃないですか。キャプテンマーク勝手に巻いてくるじゃないですかそういうやつがいてくれた方が楽ですね。高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。